1977年の上内仮上工場と周囲約500メートル範囲。左が南輪っか内方面。輪っか内市街地内の駅で仮上工場にしては長いホームを持つ。周囲に待合室は見当たらない。付近は各路地から線路を横切る小道が多く目立つ。上に流れるのが改修前の上内側。国土交通省国土地理院地図。 空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成ウエ駅は、北海道稚内市潮見4丁目に、かつて存在した、北海道旅客鉄道天北線の駅である。天根北線の廃線に伴い、1989年5月1日に廃駅となった。廃止時点で、一面一線の単式ホームと線路を有する地上駅であった。ホームは、線路の北側に存在した。 南湧かない方にスロープを有し、道路に連絡していた。仮上工場に羊を持つ無人駅となっており、駅舎及び待合所は存在しなかった。当駅の所在地近辺の地名及び河川名より、地名はアイヌ語の園内に由来する。付近を流れる園内側は、鉱物が溶け込んだ水質のために魚が住まなかったことから、その名が付けられた。 2001年時点では、後方もなく、輪っかない指導の電気多通となっていた。2010年時点でも同様であった。現在、当駅跡地の確認は困難な状況にある。ウエンナイカリに関するカテゴリー。ありがとうございます。